1番のプレイヤーなんでついてないやん。発言してください。はい、お願いします。占い師でしたね。ランダム3番3白です。ランダム3番3白ね。進行論としては、まあ、役はセミオープンで、まあ、占い師か何 CO になるか分かんないんですけど、まあ、この位置で一番怖いのが 3CO になって潰されるのが一番自分的には嫌かなって感じですかね。その場合についても、 3CO になった場合に関しても擦り切るのか、グレーセーサー一人残してっていう進行でいくのかっていうのは各々言ってほしいかなって感じですね。あとスムラが標準をやらないでほしいかな。あとは、まあ、基本的に占いが 2CO であればセミオープンを希望したいかなと自分は思ってますね。無駄なムラスラとかは本当に自分は嫌な盤面濁るだけなんで、やめていただきたい。このポジションなんでね、自分特に。はい。そこだけはお願いしたいかなと思ってますね。はい。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。まずちょっと発言順番2番目っていうのがめちゃくちゃついてないね。1番さんってさ、占い師って言い張るなら一番最初でめちゃくちゃついてないって思わなかったんかな。だから1番さんかなり偽っぽいな。1番さんって2週目に出ていいと思うけどね。だから1番かなり狼俺あるかなと思ってるんで、3番さんの発言をしっかり精査しようかなと俺思ってる。そうだな、俺は1番さんと違って、もう占いだけ出して役潜伏の方がいいと思う。破綻もあるしね。役職に黒打ったら破綻あるから、俺は占いだけ出して役潜伏を、進行論で言います。結構一番3回目かなって思ってます。3番のプレイヤーは発言してください。まあ1、狼の時にはなさそうかなという感じかな。身内切りにしても完全に狼って言ってるから、一番のことは。だから2はあっても強人じゃないかなと思ってるかな。どうめないかなと思ってるね。はい。まあ1に関してはね、俺は2番さんが思ってるほど1番がそんなに偽っぽいとは別に思わなかったけどね。はい。まあ2周目じゃないかな。また盤面揃ってからでいいと思ってますね。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。なんか2番さんにはちょっと違和感を感じたんですけど、自分は1番さんの真偽は、まあ、ここでつけるべきだと思っていて、何かしら発言するべきだと思ってるからこそ言うんですけど、自分は1番さん偽っぽいなっていう風に感じていて、その理由としては、なんかムラスラとかそういう余計なことはしないでくださいっていうのは占い師目線じゃないなっていう風に感じてますね。それはこっち側のセリフであって、なんか占い師から言うべきセリフではないのかなっていう風に感じたので、一番さんはちょっと偽っぽいなっていうふうに今現時点で感じてますね。ただ二番さんに関しては何かしら違和感は感じてますね。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、特にございませんで、この一番さんが三番さんにしろ把握しております。そうですね、四番さんがそのなんか一番さんに触れていたんですが、ムラサラとかそういうのはしないでほしいっていうのが偽っぽいって言ってたけれども、私が占い師だったら別にそういうこと言うかな。別にそこは黒くないんじゃないかなって思ったかな。で、二番さんがその一番さんが残念っぽいところを出した方がいいんじゃないかなみたいな感じで言ってたと思うんだけど、ちょっと CO までに一番さんって間があったと思うんだよね。だからそこにちょっと残念がってたのかなって私的個人的には感じてしまったかな。まあ、これは捉え方の違いだと思っている。まあ3に関しては1に言わないっていうのはすごい同意かなって思ってるね。1がローだった場合1に言わないなって率直に思ったかな、今の発言で。違和感だったのは4かな。1に関するその偽っぽいの理由がちょっと不当かなって私は思いましたね。で、その2の違和感を教えてほしかったかな。6番のプレイヤーは発言してください。一つ目切ってるんで待ってくださいね。もう今終わるんで。よし。1、2がないって逆じゃないですかね。1、2あるんじゃないですか。
なんでかって言ったら、例えば1番が死んで2番が狼っていうのはないかなって思うんですけど、例えば1番2番狼やったりとか、1番がまあ2番が狂人やった時って別に占い師叩くこともできるし、1番2番狼やったら普通に自分の味方を叩くことができるかなと思ってるんで、それはあるんじゃないの。なんか1,2がないって3番5番が言ってるけど、別にあんじゃねって思ってますけどね。はい。まあでも2番が1番に対しての精査で、あのトップバッターであんまり残念がってないっていうのはなんとなくわかるかなって思ったぐらいですかね。そうやな、だから1,2は全然あるよっていうことだけ言っときたいなっていうのと、まあでも特に気になる発言、そうやな、4が2番に、今、1個手前の5番が言ってた4番が2番に対しての何かしらの違和感っていうのが何やったんかっていうのが、まあ2周目聞けたら聞きたいなって思ってるぐらいですかね。はい。1番に関しては、そうやな、別に特にって感じですけどね。偽要素感じなかったですけどね。2番が入れた1番に対してその残念からへんのが若干、偽目っていうのが共感できたぐらいで、2番みたいに1番狼って、そんな、そこまでは思わなかったぐらいですかね。だから2番は若干の共鳴があるぐらいじゃないですか。はい。ぐらいですかね。2番狼やったら、1番真の世界がないぐらいじゃないですか。はい。7番のプレイヤーは発言してください。1番いいですよ。だって1番の石でさ、3しようは嫌って何それ、わかんないよ。1番が最初に自分が占い師でしたって発言してた、3しようは嫌です。いや、だって1番が最初に出た時点で、人外が2人出てくる、じゃあ幸せじゃん。でも何 ?1 番がそれで、え ?1 番3しよう嫌です。あ、わかりません。はい、そういうことで自分1番にして動きます。1番さようなら。8番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。まあ、9番さんで出るかどうかわかんないけど、俺もはっきり言って1番さん偽かなって思ってる。理由に限ってなんだけどさ、1番さんの偽要素もう一つ、まあ4番さんも言ってたんだけど、あげるとしたらさ、1番さんっていうのは2勝でセミオープン、2勝でセミオープンじゃ、じゃあ3勝だとしたらさ、あなた目線、どうして欲しかったの、進行は。下流動を出させたいのか、フルオープンにしてほしいのかって話なんだよ。そこなんだよね、1番さんの偽ってはね、新目見られない理由。その4番さんの1番さん叩きは俺はいいかなって思って、それを叩いてる5番さんっていうのはどうかなって思ってる。不当すぎる。逆に5番さんの方が不当だと思います。それでも俺が不当だって言うなら別に返してくださいって話なんだけど。で、6番さんがまあ現状黒いんだよな。まあ5、6に関して。6番さんの黒い要素上げるとしたらその1、2あるかもしれない。2番さんの共鳴があるかもしれないって。1番さんが偽だったっていう時、3番さんの確認もあるんじゃないかなって思ってるんだけど、なんで追わないのかわからない。5、6のどちらか釣り、現状、以上。9番のプレイヤーは発言してください。占い師です。3番さん白出てます。出たー。なんか被せてるみたいな言わないで、ね。そういうくせにさ、やめてね、マジで。はい。で、まあ1番がなんだかはまだ分かってはいません。正直発言からは取れてなくて。まあ単純に、まあ正直ね、グレー広いんで、まあ、あの役は出てほしいなと思っています。で、まあ、単純に発言が気になったのは2番、まあ、1番狼で2番って普通あるかなって思って、なんか2番が、あ、じゃあ1番がすごい、その、あんま落ち込んでる感じがなかったって言ったけど、なんか3しようとか懸念してるんだから、なんか割と落ち込んでるくない？この位置で嫌だな、みたいなこと言ってんだから、なんか変にライン切りしてるように俺は見えたのと、あと4番が、なんか1のことが、まあ、不審があって、で、2番もおかしい。でも4番さんにしても、なんか1番を、なんていうかな、偽に見てんだったらって1番のプレイヤーは発言してください。2番が七白ね。すごい嫌だし、2番出るまでは全然役出したかったけどね。もう暴論すぎてしんどいんだけど。何、俺の偽要素が残念がってないとこうって言われても、俺的にはその 3CO を懸念してるんだけど。で、そこで俺は表現してるつもりだったんだけどね。3CO は懸念いらないんで偽ですね。7番は言ってるし、まあ、でも狼だったら言え、でも7番の発言までに、まず俺の偽みたいな発言がもう、
ね、全ほぼ全員言ってるからね。言うてカバつけても5番くらいだけだったからね。あと6番の言ってる2番強人もある、2番強人なら1死んないっていう理由もマジでわからん。本当にわかんない。とりあえず2か9どっちかから言ってくれ。多分狩りは潜伏でいいわ。以上。2番のプレイヤーは発言してください。はい、潜伏してました。ちょっと2番目の発言ってめちゃくちゃ嫌なんだよね。で、3死を狙ってなりました。で、1番さん猛烈に叩いたのは自分が死占い師だからです。で、9番さんが対抗の白にかぶせたことから強人ならかぶせないと思うから9が人狼、9が人狼、1が強。うん、だから俺3はないと思う。1が強人で3囲ってたら9目さん新占い師がいるから出ない。だから俺3の狼ないと思ってる。で、狼予想はちょっと現状1周目は6番さんで追ってた。俺1番さん狼で追ってたんで、6番さんが1人あるよね、1人あるよねって言って、2番釣り予想としてる6番さん俺狼あると思ったね。印象良かったのは8番さん。もう8番さんって1を叩いてて、しかも釣り1、2本、5、6言ったのって5、6からヘイトを買う行為なんで、8番さんが一番印象いいかな。3番さんの狼俺もうないと思うな。旧狼で見てるんで。まあ、どっちからでもいいけど、俺は9から行った方がいいんじゃないかな。9、1行って俺決め打ちで、で、いやもう役は出なくていいよ。俺破綻しないからね。絶対破綻しないから。うん、今日は9行って1行って俺を決め打ってほしい。現状一番いいの8番さん。時点で4番さんも印象良かったかな。1叩いてたし。ちょっと5が、1が、4が1叩いてるとこ、5が4殴りしたのはちょっと印象悪いけど、その位置でしっかり叩いてるのヘイト買うからね、5もないと思うんだよね。現状グレーサイクロ6かなと思ってる。うん、自分決めよってほしい。3番のプレイヤーは発言してください。うん。まあ、2位死んじゃない?1番たたきも、まあ、2番が占い師だったら、まあ、1番たたきも、まあ、納得できるかなっていう感じで。うん。俺、5番も悪くなかったけどね。うん。2番の1叩きより4番の1叩きの方が何かなと思ったからね。ムラスラがどうのこうのって。うん、コインないわ。うん。あ、キュウチさん、スパチャありがとう。そっちの方がなんか、読みちゃう方がなって思ったから。ね、ここは勝ちたい。うん、6番も2、1全然あるよって言って、最後に、うん、興味あるんじゃないって、最後になったのも発言の最後で気になったかなっていうところ。9番でいいんじゃない？4番のプレイヤーは発言してください。絶対9番さんには行きたくないですね。理由としては9番さんが、9番さんに関しては新郎一だと思ってるんですけど、9番さんが狼であればみんなが1番さんを偽で見てるっていう中で、9番さんが3に白をかぶせると思わないから、どっちかっていうと9番さんが真であれば、9番さんが狼であればあそこで1番さんが真になるわけで、1、3狼を追わせたいにもかかわらず9番さんが3に白をかぶせないと思うからこそ、自分は9番さんが真だと限りなく思っていて、1番さんが狼、2番さんがそれを惑わせてきた強人だと思っています。2番さんの強人要素はあそこで1番さんを叩くことによって、2周目占いで出たとしてもいいし、仮にまあ3仕様になって結局出てきてるんだけど、3仕様になってても、まあ芯を取りに行こうっていう2番さんの強人ムーブだと思ってます。今日は1番さんから行こうと思っていて、1番さん狼で置くと自分は、まあ、2番さんの考察と同じなんですけど、3番さんの狼はないと思っていて、自分8番さんは白いと思いました。そこの位置で5、6しっかり釣り位置を上げていることから、自分8番さんは白いと思っていて、1、5、1、6狼だと思ってます。9番さんが限りなく真だと思っていて、9番さんが真
二世であれば、9番さんが狼であれば、9番さんの位置は新老一、三に白をかぶせてるからこそ、狼だと思っていて、新老一だと思っていて、狼だったら、一三狼を忘れにもかかわらず、三に白を打ってることから、9番さんが限りなく新だと思っています。今日は1。5番のプレイヤーは発言してください。してください。まあ、1は限りなく二世かなと思ってますね、私も。正直、老か強かは分からないけれども、一応偽だなって思いました。まあ、伸びないっていうのもそうだし、2番さんがわざわざ三振用にするジンガーにも見えないし、9番さんがその3番さんに被せるっていうメリットも、まあ、4番さん説明してくれたけど、それもないかなって思うので、2級センスに関しては明日でいいんじゃないかなって私的には思ってますね。はい。占い結果も結構重要になってくると思うんで。で、8番さんに一つアンサーしとくと、1番さんのことを、なんか私がムラスラとかそういうの知らないでほしいっていうのをかばったみたいな感じで言ってると思うんですけど、なんだろう、1番さんは位置的にムラスラとかあると自分の発言時間が減ってしまうので、それはやめてほしいっていうのは1番さんの発言では妥当なのかなって思って4叩きをした前なんですけど、特に私は4番さん叩きには不当だなとは思ってないですね。そこは8番さんにアンサーしとこうかなって思ってます。4に関してはその9の精査っていうのは良かったんだけれども、ちょっと8に便乗しすぎるかなっていうのはあったかな。8の釣り位置って5、6だから4番さんも、1、5、1、6っていう風につなげたっていうのはちょっと雑かなって思ったかな。自分のグレー精査っていうのがなかったからね。どうなんだろうな。今日は1行きますね。1行って明日頑張ろうかなっていう感じでは思ってます。ちょっと気になった、まあ、ちょっと触れたら、あ、ダメなのかもしれないですけど、7番さんはちょっと次の週期待しておこうかなっていう感じでは思ってますね。発言が一番伸びてなかったなっていうのと、色落ちが一番なかったなっていうのが7番さんだったのでね。まあ、片白だけれども。はい。それぐらいかな。まあ、私も8番さん印象いいと思うの。私殴られてるけど、その位置で5、6って釣り位置上げるのはやっぱ印象いいかなって思ってし、6番のプレイヤーは、発言してください。いや、9番は確かに新郎位置ですね。はい。どうやろうな。2番が、例えば、2番が狼で 3CO をしなければいけないときって、5、6に方法ヘイトが向いていた場合ってなってるんですよね。でも俺が村やから、あって5やから、2番が狼やって5番を助けに来た。例えば8番とかが5、6にヘイトを向けていて、ああ、でもな、どうなんやろな。あるんかな。難しいな。2番が、2番も振動位置じゃないかな。うん、2、9ともに。だから1でいいんじゃない ?1 から信用差って全く取れてないし。だから1落としでいいんじゃない?そうやなぁ。2級で比べたら、なんか2が俺のことをローロックしてるとこが、まあ、下線ぐらいですかね。はい。どうやろうなぁ。3に関してはないんじゃないかな。村なんじゃない?はい。3目線で例えば1強とか、1強で9ローやった時って、2番の芯が見えてるってことやから、うん、2番が芯って言う必要。あ、でもすり寄りもあるんか、ワンちゃん。あ、でもな、どうやろうな。ちょっとわからんね。とりあえずわかりませんが、1でいいんじゃない？占い。6、9くさい、やっぱ。9の発言聞いて、芯目ないなと思ったら9入れるけど、まあ、ほぼ1かな、今現状は。はい。はい、はい、はい。7番。のプレイヤーは発言してください。自分がさ新占いやったらさ3勝ってすごい嬉しいじゃん。だってさ他の医師がさ人外がされてるってあと1人を見つければいいんだけど、そしたら嬉しい。だって1番はさそれが嫌って言ったんだけど1番2世じゃんっていうのは思わないのかなと思った。だから1番は知ってもいいと思うよ。でさあともう一つね、4番はおかしいだろ。2番が何知らずに家の強要素ってそれがよくわかんない。だって2番さんが強人だったら出なくてもいいしさ、なんだったらさ、2番が強人だったらさ、狼とさ、もしくは新占い師がさ、じゃあさ、確定表示して、じゃあそこに被せてもいいじゃんと思うんだよね。なんで何しろって言ったの？ 2 番がさ、ってとこなんで、2番がさ、強人さ、かわいいって言ったの？じゃあ潜伏の方が全くましたね。4番も結構怪しいって。1番のそういった3師匠が嫌がったっていう要素誰も拾ってないの、すごい自分は不思議と。
だから今日は1でいいと思うよ。だから今日は1でいい。で、2の新要素をなんか怪しがってると思うけどね。8番のプレイヤーは発言してください。はい、1番さんに入れますね。まず村目線に言うんだけどさ、1番さんが 100% 偽なんでしょ。じゃあ明日の目線普通に占い師残してもいいんじゃないか。うん、2番さんがまあそのね、6番さんがね、黒ロックって言ってるんだけど、じゃあ占い狭めたいんじゃないの。占い師目線入級に関してその方が、6番さんもし役職だとしたらさ、普通に2番さんの占いってかね、もし仮に2番さんが死んだとして無駄占いしないと思うんだけどね。あんまり使い手がね、二番さん自身も分かってると思うんだよな。まあ、二番さん潜伏って言ったんだけど。うん、五番さんに関してはまあ分かりましたということで。まあ、七番さんの指摘通りそうなんだよね。四番さんがその二番さんの強靭名あるって言ってたんだけどさ、俺二番さんと強靭名ないと思うんだよね。言って言うとね、二番さんっていうのはさ、三番さんの格好がないって発言してるんだよ。まず9番さんと1番さん目線、片白の3でしょ。2番さんが強靭だとしたらさ、次の木って普通に安定で3番さん黒打つと思うんだよね。そしたら2番さんにとって、まあ、3番さんにとって役職が仮にあったとしたらさ、いい仕事だと思わない？うん、それが2番さんの強靭めない理由なんだよ。うん。そこなんだよね、4番さんの引っかかる発言っていうのはね。うん、今日は一番さんつって、俺明日2級に手をかけたくないかな。絶対グレーの中にもう人外もう狭めた方がいいんじゃないかなって思ってんだけど。うん、一番さんのシーンを終えるはずないもん。うん、9番さん明日グレー詰めいけますよね。うん、普通に俺フルオープンした方がいいと思います。うん、まあ、まあ、人外に黒打たれるのか関係なく俺絶対跳ね返すんで、絶対ベンベンいますよ。うん、一番さん人外だと思ってるんで。明日グレー行きましょう、9番さん。9番。のプレイヤーは発言してください。わかりました。まあ、村の総意でそうなるんだと、まあ、僕はもういいと思います。で、まあ、自分がその2番の出方的なところを考えてたんですけど、まあ、5番あたりからずっと結構1の芯が追われてなくて、僕が出てきて多分まあ俺が芯に見えて助けに来たんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、あと8番さんが言ってくれた、あの2番の強靭の切れる要素っていうのはもう言ってくれたんでいいと思ってて、あともう一つあって、俺って結構1、2っていうのあるんじゃないかなって初め追ったんですよね。まあ、1番がまだ使用してる段階、1番が1人だけ使用してるっていう段階で、んーだから結構、んーなんだろう、俺って2番のこと疑った人間にはなるから、2番がその狼で占い使用してきたっていうのは割とその筋が通ってる、自分目線はね。うん。で、2の相方って考えてた時なんですけど、まあ1が狼って線もあるんだけどね。でもまあ、もう、うん、切れると思ってるんで、まあ、もうその線でいきますね。で、2が狼だと思ってるから、2の相方位置になってくるのは、その、4と6を釣り位置に上げてるんですね、2と6、4と6。で、正直言うと、4番さんは自分のことめちゃくちゃシーンって言ってきて、まあ、理由はすごい一応分かったんだけど、6番さんは、なんか全体的にふわついてるような印象だったかな。若干2を疑ってはいるんだけど、なんか俺のことを真に見てるのかもよくわからないような感じの発言で。で、そうだ、だからまあ、あと6ともう一つあの7番さんかなと思って、7番さんって1周目ほぼ発言しなかったんですよ。だから3、4だったら相方に白打ってもまあ、あるのかなっていうのは思って。だから6、7を今自分は、2周目の精査7番さんはおかしいとかなかったけど、その1周目の発言の量的に2番が被せたんじゃないかなっていうのはちょっと気になってる。じゃあ今日は1から。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。九。一番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。いやー、真でしたね。申し訳ない。まあ、2番多分強靭で俺が強靭に見えたんじゃないのと思ってるけどね。9番狼でね。
7番ラスベルだったらあんなこと言えないんじゃない、まあ、見事にこの状況だと思ってるけど、三四郎だったら嬉しい先手、初日発言、まあ、スキルがないことは認めるけど、発言伸びなくて聞くせられたら見つけられないんですよって話なんですよね。だからそれをトップバッターからこそ恐れてたんですけどね。今度からもっと残念がありますね。5番の俺が不意なく2設定を2周目の精査もわかんないし、4番に関しては9が3にしろ被せたから真なんでしょ。まあ7番はないんじゃない、8番も絶対白いと思ってるよ。しかも俺にせだったら役出してくれ詰めればよかったんじゃないの。あ、それ釣ればよかったじゃんと思ってるけどね。まあ、言いかけさ、8番とかは白いと思ってるよ。7、8はないと思ってるね。4、5、6だと思うよ、俺は。申し訳ないっすわ。以上。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は見る相手を選んでください。6、0だよ。マジか。また植林か。と思ったけどな。どうだろう。朝が来ました。昨夜死んだのは、いや、7番の仲間れるんか、ありえねえ。いや、気打ってくれ、気打ってくれ。オッケー、発砲9番、オッケーオッケー。プレイヤーがハンターに道連れにされました。8番のプレイヤーは発言してください。マジですか、6白、うん、じゃあこれ6番さん隠しろっぽいな。1番さんの偽はとことん追ってないし、間違いなく6番さんは白だよ。まあ申し訳ないけど今日3番さんカーリー、はい、じゃあ4、5のどちらかなんだけどな。うん、2番さん釣りしかないんだよな、ここ。なんで俺釣りな。どっちだろ、4と5。俺、芯決めたら勝てんやろ。昨日の発言比べたら、なんか4番さんの方がしっくり怪しいと思ってるんだよね、俺目線。そので2番さん強靭置いたところで。で、5番さんが4番さん印象悪い。まあ、4番さんもその1番さんの叩き方が不当って言ってたんだけど、どちらからいるんだよね、この2人の。どっちだろうな。まあ、断じていくの6番さんに限っては本当に申し訳なかった。うん、申し訳ない。まあ、とことん1番さん偽で見てるんで、急にが6番さんを白さしてるからこそ、6番さんっていうのも白で俺を置いていいと思っている。ラストオカミの位置は4、5番さんで俺どちらか絞っている。ぐらいかな。発言聞いてみないと俺はわかんないかな、明日。うん。とりあえず申し訳ないけど、今日は2番さん釣り。はい。2番のプレイヤーは、発言してください。ちょっと8番さん発言おかしくね。8番さんってグレー行くって言ってたのに、なんで俺行くの、意味がわかんない。これ6番さん占った理由は昨日言ったように、俺 1,2 に両方 1,2 に人狼両方あるよねっていう売れ方が俺を釣りたいように見えたから、6番占って結果白ね。俺8番さんは初日の1周目 5,6どっちか釣りたいってヘイトを買う行為だから白置いたけど、なんで俺釣りの、俺決め打ちじゃないと勝てないでしょ。7、8、9打ってんだから。俺釣ったって明日もグレーどっか釣らないといけないよ。2釣って3噛まれて。俺の占い結果見れないんだから。
偶数になってんだから、せっかく偶数になってんならもう俺決めたら勝ちだよ。だから今日8か4か5どれか釣って3か噛まれるから、俺の占い結果で白でも黒でもいいよ。それで勝ち確だよ。決め打たないと、俺はしっかり発言で2番目の発言だからついてないって発言残して、一応猛烈に叩いたよね。一応叩くことによって対抗も出るよね。で、3、4にしっかりしてるからね。いや、ちょっと俺を釣ろうとしてるとこ絶対人狼だからね。4と5が俺を残すんであれば俺は8に行くよ。8番って昨日グレー行こうって言ってなんで俺釣るの？ちょっと4と5でグレー行けるんならそこは釣らなくていいよ、絶対。4と5に狼いるんなら俺のシーン見えてるからね。俺釣りたいはずだよ。だから4と5でグレー行こうとしてるのはめちゃくちゃ白く見てね。3番のプレイヤーは発言してください。いや、俺2声してんだよね。9番死んねえんだと思って。だからそもそもね、1周目で、1、2を追うのはやっぱナンセンスなんだって。ハンターも決め打ったんだから。しかも、今日グレー詰めって言ってたよね、8番。本当にその通りでさ。せめて今日グレー詰めして明日2行くんだったらわかるけど、なんで今日いきなり2になったのって。強いな。ちょっと借りる権限使っていいかな。今日2詰めないよ。今日2番詰めません。絶対に。8番変だね。急にどうしたの？はい。4番のプレイヤーは発言してください。2詰めないって言うんだったら5番さんっすね。千葉5番さんに投票します。理由としては2番さんの狼がまだあると思っていて、3番さんがそう、自分は2番さん行くつもりだったんですけど、2番さんを芯決め打つっていうんだったら、28、今の2番さんの発言から28狼はないと思ってるので、自分は5番さんに行きますね。自分は9番さんが限りなく芯だと思っていて、理由としては9番さんが狼、昨日も言ったんですけど、9番さんが、だから2か5っすね。9番さんが狼だとすると、わざわざ1番さんが偽で見られてる中で3番さんに白打たないと思うし、9番さんが強順だとするとごもっともで3番さんに白なんてかぶせる必要がないと思うから、9番さんが限りなく死んだと思ってるからこそ、ただ3番さんに逆らうと殺されてしまいそうなので、28狼があるからこそ自分は、いや、 28狼がないからこそ自分は5番さんに行きたいですね。今の2番さんの発言からすると8番さんの相方はないかなっていうふうに考えるので、で1番さんの芯がない理由としては、1番さんは三子用の懸念をしていたことプラス、自分が芯だった時に占い語りやめてくれっていう発言は別にする必要はないかなっていうふうに考えていて、だって人外が出てる可能性が十分にあるからこそ、だから28狼はないと思ってるから、そこ5番のプレイヤーは発言してください。4番さんの意見は真っ当だけれども、それは2番さんがローだった場合の話であって、2がローじゃなかった場合っていうのは、今の発言全部パーになるから、で、9を真に見れるっていうのもおかしくて、2番さんに言った通り、終始それは合ってるんだよ、2番さんにやってることっていうのは、1を叩いて3しようにしたっていうのはね。どうなんだろうな。4番さん、9番さんは4、6って叩いてるから、4番さんはその9番さんのことを真に見える理由がちょっとわからないかな。8に関しても、確かに皆さんが言ってる通り、グレー行くって言って昨日、あ、グレー行くんだわ、そういう戦法もあるなって思って8番さんに納得したけれども、今日になって急に2に行くっていうのはどうなのかなと思ったかな。7は9決め打ったから、もう私たちには正直、2を真で決め打って、グレー行くしかないと思ってるけどな、私は。4、8。
どっちもどっちなんだよなって思ってるから、でも4番さんがローだった時って別に8番さん、私と4番さんがローだった場合って8と5の白知ってるわけだから、別に8にそのまま釣り寄せばよくねって私は思ってしまうから、まあ、4に釣り寄されてるけど私は8かな。おかしいもんな、ちょっとそこの矛盾が気になってしまった。はい。まあ、6はちょっと私もちょっと疑ってて本当に申し訳ないなって思ってるから、6に関しては。いやー、ないな、8かな、今日は、私は。世のわざわざその流れを断ち切る必要はないかなって思ってしちゃうんだよね。大丈夫かな。まあ、さ、8かな、8。6番のプレイヤーは発言してください。はい。1の芯は 100% 切れるなと思ったんですよね、昨日の遺言で。自分のことを偽で見るんやったら役出してっていう発言をしてるんですけど、その発言って自分が釣られる前提なんですよね。多分芯やったら 100% 出てこない発言なんですよ、1番さんが。まず自分の釣りを飲んでるっすからね。はい。だから、ないっすね、100%。だから2級に芯がいるなって思ったんですが、まあ、1番釣ってよかったなって思いながら、7が9発砲でしょ。結局これ多分2番が狼で4、5、8にいた場合って、そうやな、結局2行って占い新郎郎とか、まあ多分ないと思うんですよね。だからそうやな、寄り道したいけどな。まあ役の37がグレー行こうか言うてるんで、お前グレー行きましょうか知らないっすよ。まあ4、5、8ね。そやな、今5番が4番のこと拾ってたけど、どうやろうな。4号に狼がいて2番が真の世界の時って、難しいな。4、5、8か。むずいな、これ。グレーか。まあ、ちょっと考えますわ。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。いやー、ミポリンさんは言ってることと行動が違うからね。8番のプレイヤーが選ばれ、あー、白か。まあけど俺決めてないと勝てないやろ、これ。8番のプレイヤーは発言してください。まあここで釣られても仕方ないな。2425狼だったらもう負けです。はい、3番さん神で負けです。俺5番さん入れた理由なんだけどさ、5番さんっていうのさ、なんで4番さん裏で見たんだろう、急に。俺そこわからないんだよね。その4番さんもそのね、まあ俺を外すともわからないし、5番さんに行くって発言もそうだよ。でももっとわかんなかったの俺5番さんなんだよね。5番さんって急に、昨日の時点でさ、4番さんってか、あんまり村っぽくなかったでしょ、その4番さんの1番さん叩き。急にどうしたんだろうって思って、まあ確かに俺の2番さん釣りっていうの分かんなかったよ、ほんまに。だから俺っていうのはさ、安定でさ、2番さん釣ってさ、4号どちらからいるんじゃないかなって思ってんだけど。最悪の場合2425だとしたらさ、3ガビ発生しておしまいっていうことに なるじゃん。それが、ケースとしてあれ、まずいんだよ。まあ2425だったらまあおしまいなんだけど、俺5じゃねえのかな。はい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 。なんか5番臭くなってきたな、急に俺にヘイト向けてるところから。まあ4番さん、まあ5番さんっていうのは4番さんの評価主してる、4番さんっていうのは俺のことを評価主してるからこそ、どうなんだろうね。俺ちょ4よりは普通に5じゃねえのかなって思うんだけど、違うかな。
ラストオオカミ1、普通に5だと思うんだけど、まあ仮に2番さんがオオカミだったら、もうごめんなさいとしか言いようがないって。うん。それだけですかね。はい、以上です。ゴールなんやな。目を閉じてください。占い師は目を閉じてください。占い師は白、読んだ。選んでください。白、植林。クリーンやろ。朝が来ました。昨夜死んだのは2番。3番のプレイヤーは発言してください。俺やっぱ2番死んだったでしょ。うん、5はないよ。うん、4、5だったら4かな。いや、5番って何一つなんかクリオスないよ、言っとくけど、1周目から。言ってることに、クリオスってないんだけど。ああ、これ逆に負けたらやっぱ打たない方が良かったよな。4球だ、これ、4球。うん、まあ。もう、いいんじゃない？いやいや、なんて言うんだろう。だから俺5番のクルーズって全く触れてないから、俺4番に入れ続けるから。以上。4番のプレイヤーは発言してください。マジで意味わかんないんだけど。5の黒要素がないって、だったら自分の黒要素なんですか？それを説明してくれないと、何の説明もできないし、それで3番さんが自分に投票するっていう意味がわからないっていうか、何の頑張りようもないから、そんなこと言われると自分は9番さんが限りなく死んだと思ったからこそ1番さんに投票、9番さんを死んでみた理由としては、昨日も言った通り、でも9番さんが狼なんでしょう。9番さんが狼で出てきた理由としては、あそこで5、6が釣りをされてたから。8番さんが圧倒的に5、6を釣りをしてたからこそ、9番さんがそれを助けに来て3しようにしてきたんでしょう。4級だとしたら別に9番さん釣られたっていいんですよ。4級狼だったら2番さんの新芽をバリバリ下げに行って2番さんの芯、2番さんから釣りに行くと思いますけど、しかもあそこで8番さん釣りに持ってく必要がないですからね。2番さんがあれだけ8番さんに投票しようって言ってる中で、わざわざ8番さんに投票しないで5番さんに投票をずらす意味がないから。2番さんを芯で見えてるって言うんだったら、8番さんに投票するって言って5番さんに投票するなんて絶対に言わないからね。いや、いくらでも喋れるから、最悪同票にして何が聞きたいのか、まあ、6番さんしか喋れないと思うけど、いくらでも喋れるから何が怪しいのかっていうことを言ってほしい。5番。やっぱこれ、ハンター打たない方がいい。発言してください。お願いします。それはさっきも言ったけれども、9番さんって4、6は怪しんでたのに、4番さんって9番さんのことが白く、あ、死んで見えた理由は何ですかって私は思って、昨日もそれ言ったんだけどな。
で、八番さんに関しては申し訳ないなって思ってるかな。2を死んで置いた場合、まあ1が強だと置いて、9番さんとどこがライン繋がるのって考えると、私目線は4しかいないわけで、なんだろうな。まあ確かに4番さんのその自分の白アピっていうのは正しい。私もそれを思ったから8番さんに入れたんだけれども、まあ、間違ってたんだけど、まあ入れたんだけれども、なんだろうな、4番さんのその議論って私に入れた理由っていうのは、2番さんが、その狼だったら通用するけど、狼じゃなかったわけだから、それをこの週まで言う必要はないと思ってる。まあ、心配だったら同意表にしてもらって構わないよ。三六放棄でも。4番さんがそれにアンサーしてもらって、ちゃんと勝ちたいからね、そこは。全然同意表にしてもらってもいいんだけど、なんだろうな、この週までそれ言う必要なくない？ 2 構えてる時点で限りなく2が死んだから、4のその理論で通用しないと思うけどね、もう。だから別の方法を考えて発言するならまだしも、うん。4、でも4のその白理由、自分の白アピっていうのは真っ当だったと思う。だからちょっと、6の仮使用っていうのはガチじゃないよ、スラだよね。スラだよね。ってことはもう4しかいないんで今日は4番さん言ってください。それぐらいかな。まあ4の渡し釣りに持ってった流れっていうのは白かったと思うけどね。まあ今日は4で。はい。6番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、すごい位置に立っているなということですね。いや、でも俺8行った後はもう4かなって思ってたんですけどね。理由があって、4番さんって9番のこと死んでおってたんですよね。じゃあグレーいけなくないですかねって思うんですけどね。1番が2世って思って、じゃあ9番が死んで2番が2世って思ってるんやったら、2番が狼とか、まあ、狂人なんでもいいですけど、2番が2世って思ってる時って、4番さん視点って2番爪が一番安牌じゃないかな。で4番さんが村の時って、そこ、4番さんの席にいた時って2番さん爪って言い切るんじゃない。僕は9番さんの芯を追ってるから、2番さんが2世やと思ってるんで、2番さん行きたいですって言えるんじゃないかなって思ったけどね。それでも8、え、何番いったっけ？ 5 番か。どうやろうなぁ。5番、5番のクルーソーはあんまりないけどなぁ。5番が狼やったときって、8行って。いやぁ、やっぱ、どうしよう、これ、動揺する？あんた。ちょ、苦しいな。いや、でもなぁ。けど、ハンター追ってくれたら、4番が村やった時って9番死んでおってたら2番行くよな。グレなんか詰めと2番行きたいっていうような。ちょっとダメだな。俺これしてたか。7声だった勝ち方。じゃあ3番さん、4番さん入れてください。俺ちょ5番さん入れるんでしょ。一回聞きましょう。聞こう。聞こう。聞きましょう。投票を始めてください。いや、9がローだよ、もう。9が強靭で白をかぶせるわけないからね。5番頑張れ。5番初日王冠当ててたんだよね。4番のプレイヤーは発言してください。分かったよ。6番さん、自分が5に投票した理由としては、あそこで2番、自分は2番さん正直人狼で見えてました。9番さんが限りなく死んだと思ってました。だからこそ2番さんに行かないのはおかしいみたいなこと言ってたんですけど、あそこで3番さんが狩りの中であそこで歯向かったとしたら自分が釣られるに決まってるでしょ。だからこそ2番さんを人狼で見てたからこそ28はないかな、28、今のさっきの2番さんの釣り押しから8番さんの相方はないかな、で8番さんの2釣っていいかなっていう発言から28はないかなと思って25があるから5番さんに投票しようって言っただけです。あそこで歯向かったとしたら絶対自分釣られてたでしょ、あなたたちのせいで。正直自分は2番さんが死んだと思って、2番さんが偽だと思っていて、2番さんが人狼だと思ってたから。
でもあそこで歯向かうことで絶対に自分投票されて2号人狼だとすると負けだから、意味も分からず2番さんを芯で決め打ってる3番さんが隣にいるからこそ自分はもう3番さんに従うしかなくて、28狼はないかなと思って2号人狼を追って5番さんに投票しようっていう発言ですね。正直2番さんが噛まれて嬉しかったですね。もう負けかなって思ってたから、8番さん釣られた時点で絶対に5番さん釣りしかないと思ってたからこそ、もう2番さんが噛まれた時点でやった、よしよかった、5番さんと戦うだけだなっていうふうに思っただけなんで。8って2行こうとしてるからね。うん、6番さんが2番さんに行くのは、2番さんに行くっていうのは当然じゃないかっていう、それは当然ですよ。普通だったら2番さんに投票しますよ。ただ隣にいる3番さんが2番さん芯決め打ってっていう発言から従うしかなかったので、28狼はないかなと思って5番のプレイヤーは発言してください。決戦でも同じこと言えない、同じことしか言えないけどだからそれは4番さんに言ってることは、2番さんがローだった場合に使えるし、あのあれで考察であってもローじゃないから2番噛まれてる時点で、だから私の新しい黒要素は提示してって言ってるの、わかるのかな。うん、まあ確かに4番さんの意見で、28はないから25だから5番さんに行くっていう論は、まあ4番さん視点でもまあいいかもしれないけれども、もう2の偽が、2の真が確定してるわけだから、まあ強靭じゃない以上1が強靭だと思うから2が真だから、うん、わかる。だから新しい私のクレヨンを提示してって言ってるの、わかりますかね。同じことしか何回も何回も言わないから。あ、5番さんもちょっと便乗しすぎなんだね。それじゃ多分、まあ多分大丈夫だと思うけど、4に行ってください。同じことしかもう言えない、普通に同じことしか言わんから同じことしか言えないかな。6番さんのそのツッコミや2番さんに行ったらいいんじゃないのっていうのは別にそれはちょっとよく分かんなかったな。うん、別に3番さんが2番さんで、2番さん、グレーなんだっけ、カリウド権限使いますって言ったから、まあ、グレー行くっていう4番さんの発言は真っ当だけれども、そこで2号つないでまあ5番さんに行く、あ、私に行くっていうのは分かるんだけど、もう2が噛まれてる以上2の C は確定してるわけだから、新しい私の黒要素を提示してって言ってるのにもそればっかりしか言わないから、私も同じことばっかりしか返せません。はい、もう4に行ってください。48番さんには申し訳ないと思ってる。うん、それはごめん。ちょっと、うん、無理かな。はい、もう4終わり。投票を始めてください。みっぽりんさんがね、俺行こうとしなかったら4行けたかもしれないね。4番のプレイヤーが選ばれました。あぶね。ゲーム終了。急遽。急遽か。急遽で。よくかぶせたね。いやー、これちょっと。危なかったね。一ローだったんだ。一ロー、九強靭で三にしろかぶせたんだ。ね。びっくりやわ。びっくりだわ、これ。九番強靭で三しろ。かぶせたのあれリスキーやね。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。